おはようございます。現在時刻はトーン8月5日8時28分ということでね、今日も僕の夏休み3やっていきたいと思います。5日目ですね。何時間やってんの今6時間近くやってる。計算が合わねえな、おかしいなまだ4日しかやってねえんだけど、めちゃくちゃやってんな。遊んじゃうんだよな、暑い。虫相撲めっちゃやってっかんな、みんなの見てないところでみんなに内緒で、後継かっこ、みんなに内緒でめっちゃやってっから。虫相撲強えんだもん。オサムシとかカナブンとかクワガタじゃねえやつが強すぎる。あれ俺も取りてんだけど、くれよあれ。なんかお母さんから LINE が来てさ、カナブンカナブンはなんかあそこにいるんじゃないかみたいなカナブンはあの光が集まるところにいるから、牛小屋のところに夜行ってみたらみたいなさ、謎のアドバイス来たわ。でも木で取れんのかな、やっぱカナブン。今月の末に皆既日食があるらしいな。皆既日食、そうなんだ。皆既肉食化け物だ。そういえば怪物、月末に来るって言ってたコンベアの修理、また伸びるってさ、あら、コンベアってまたかよ。あの壊れてる、絶対触っちゃいけないやつ。ではいただきますなんだよ、いただきますはい、いただきますと。トウモロコシあったね、いいね。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。今日はみんなで川に泳ぎに行くんだ。俺も深いところ危ないからね。俺も行く。分かってるよ反抗期は。午後過ぎると水がしゃっこくて泳げなくなるからな、今のうちにとっぷり泳いときなしゃっこくてって方言なの？俺言うんだけど普通に。てか俺の地元めっちゃ北海道の方言近いんだよな。したっけも言うし、今日も暑くなりそうです。 T シャツを脱いじゃいますか？脱いじゃおうぜよーし、 T シャツを脱ぎました。せっかくなので靴も履かないことにします。オッケーいいね。着替えしたくなったら資格持ってない。はい、オッケーよし、そしたら今日はパン1でみんなに泳ぎを教えてやるよ。てかこれ見て、これ焼けてるよね、ほらあー普通に服着てたからなんか変な焼け方しちゃったこれ面白いんだよな、この方がいいんだよな。で今日裸でいたら多分綺麗に焼けるんだと思うけど、腕がほら黒くなってるじゃあ今日はちょっと T シャツはあれだな、なしだな。 OK 行こうぜ。でもとりあえずまずはいつものようにイカ飯にご飯と、あとスバメの様子見に行かないと。何かいるかな、いつヘビが来るかわかんないけど、あれ毎日見に行くのかな。お、来た、やったね。なんかちげえの出ねえかな。まあこんなところかな今日は。ニワトリさんどうだい、調子は。あ、全然産まねえや卵一回しか出ないのかな、もしかして。なかなか産まないですね。頑張ってや、頼むよ、本当によろしくね仕事見てんだってニワトリの。よし、牛さん、あ、おじちゃん、僕くん、うん、こっちに来たらたくさんお腹が空くだろう。え、なんで、うん、そうだね。牛さんは一日に食べる牧草の重さと、うん、出す牛乳の重さが同じくらいなんだよ。へえ、食べる量と出す量が同じ。そうなん、まあその他にも水もいっぱい飲んでるよ ね。これなんでこっちに来るとお腹が減るだろうってまあそうか、いろいろ遊ぶもんな、皮入ったりするからな。牛は食べる餌の出来によってもお腹減るわな。牛乳の味や量が変わるものなんだ。へえ、いいあれなんだ。じゃあ牧場によってあそこの牛乳はうまいみたいなのがあったりするんだね。へいへい、おばちゃん、くん、牛さんの紹介して。うちの牧場の牛さんたちの名前もっと教えてあげようか。もっと教えてほしい、うん、教えて教えて。あ、今日あれじゃない、めっちゃ乳出してくれる牛さんじゃないの。あ、違う、一番端か。この子はね、この子花子っていうの。花子ちゃんちょっと和風な顔してるっしょそう、とっても優しい。この子優しいのよ。そうなんだ。この子ね、マッサージなしでもめっちゃ出してくる。牛は人間の子供の命令でも聞いてしまうくらい従順な生き物なんだけど、へえ、この子は特に優しい性格なんだ。へえ、歯向かったりしないんだね。従順なんだって。名前の振れ幅でかいな。リボン、え、なんだっけアントワネとか。リボン、アントワネット、フランソワ、花子。振れ幅がすごい。おばちゃん、晩ご飯食いしよう。
今日の晩御飯は何でしょう。めちゃくちゃ簡単な晩御飯クイズですよ、うん、熱々をすすって食べる料理です。いやさ、いや俺ラーメンって言おうとしたけど、さすがにラーメンじゃないだろうと思って言うのはばかったけど、まさかのラーメン。簡単にも程がある。当たるか外れるかわかんないけど楽しみにして待っててね。てか一応すするやつを何個か用意しろ、選択肢の中に。おい、じゃあスバメちゃん、うちのスバメちゃんの様子見に行こうね。はいはい、あ飛んでる飛んでる、あ出た出た出た、へヘビだ、出た出た、飛んでんじゃない、追い払おうとしてんだ。すごい風起こし、落ち着か、落ち着いて、ちょっと待って、今日に限ってめちゃくちゃ噛まれやすい、やっつけぞ、鼻ができちゃった。よし頑張れボック、おやるなボック、おらおいったらおらやった強っ、あかわいい、子供たちがめっちゃ今喜んでパチパチしてるように見えた、かわいい、うんうん、わあ結構危ねえことすんな。おじちゃんとおばちゃんこんなのを放置してていいのか。いやでもやっぱ昔の子供だからな、こうやって成長していくから自然とともに。いや素晴らしい体験だな、やった倒した、嬉しい、よしな、元気でな、みんな大きく育てよ、大きく育てよみんな、よしエビ、アーボ出てきたな、アーボ、ポケモンポケモンバトルでトレーナーが重くそのなんか棒でぶっ叩いてたけど、あれ釣り竿か、釣り竿で叩いてたのか、あれミルク、ミルクもらおう、今日もイカ飯にミルクあげないとな、よしオッケー、でも足りないので、足りないので、まあいいや、とりあえずあげちゃおう。お前なかなか可愛いな、可愛いな、でも僕の方が可愛いんだからな。イカ飯は何日かに1回やっぱ掘りっていかないとな、おいしい可愛くねえな、あと2000欲しいので、じゃあリボンちゃんからもらおっかな、リボンちゃん、リボンちゃんマッサージ1回してくれるはず、はい、よいしょ、とりあえずこんなもんかな、さよなら。あとは花子ちゃんよ、花子ちゃんが 1500cc くれるから、花子マッサージいらんからな、だいたい花子だいたい花子でいいんだよな、これもうほとんど花子の子だからな、うちのイカ飯、よしオッケー、取れたぞイカ飯、花子の花子お母さんのミルク、はいミルクだよ、はい、イカ飯は一生懸命ミルクを飲んだうまいかイカ飯汚ね声だな、相変わらずな、イカ飯、よしかなり大満足、オッケー、さあちょっとイカ飯とさ、あイカ飯喋れないんだね普段は、オッケー、じゃああれブチギレ牛、この子明日名前教えてもらうのかな、この子嫌われてるな、機嫌が悪いっていうかもう嫌われてんだろうな畜生、まだ挨拶もしてねえからな確かにな、よし、そしたらどうしよっかな、泳ぎに行きたいんだけど、その前に野菜に水あげて、お野菜お野菜、はい、あーいいね、裸、裸んぼなかなかいいな、なんか子供、子供だわ、すごい子供だわ、よいしょ、いいね、虫はいるかい、虫は、虫はいるかい、虫さんいないね、はいと、泳ぎに行く前に俳句とかやって、それから泳ぎに行こうかな、あめぐみさん、めぐみさん、あ裏側から行けばいいか、これなんかさ、これ看板かなとか言ってたけど、これ灯油のタンクらしいですね、結構雪国はこんな感じで置いてあるとこが多いらしい、なんかガスだと凍っちゃってできないからみたいな、なんかコメント見たわ、はいはいはい、コンベアがどうこうとか言ってたね、そういえばね、コンベアが修理がまだ来ないとか言ってたけど、別に普通に動いてっけどな、乗れたしな、おーい虫いるか、ひろみちゃん、ひろみちゃん今日は肌がんぼできたよ、どうだこれ見て、俺の体見て俺の肉体を見て、一句読んでくれねえか、またまた一句できたべ、うん、夕焼けに一番星が輝いた、はい、うわーいいじゃないですか、夕焼けですからね、星空ね、夜空じゃなくて
夕焼け、あえての夕焼けっていうのがまたいいですね。70点。なかなかこれ俺が評価する意味あんのかな。いいセンスしてんな。これなんか意味あんのかな。おい、俳句教えてください。じゃあ今日も頑張って作ってみるべ。よし、これ楽しいんだよな。また1個増えましたね。イワシ雲一番星が美味しそう。どうこれ、どうこれ。夕空にこうイワシ雲がバーって出てるわけよ。でそれをふーと眺めていたら少しずつ暗くなってきて、一番最初に見えたあの一番星がまるでイワシがその星を食べようとしているかのように見えた。そんな風情のある一句。イワシ雲一番星が美味しそう。いかがでしょうか。こちら、これはちょっとイマイチだな。なんでお前採点は感性が足りてえんだよ。お前の感性が、おっちゃんふざけんなよ。お前のくだらねえ歌に70点つけてだったのに。また精進して頑張るようにな。ふざけやがってよ。お前の感性が足りてる、全然想像力が足りてる。子供の想像力を侮るなよ、クソが。畜生、もっといっぱい句がね欲しいんだよな。ちょっと足りないわ。足りない。どうしても麦畑からの美味しそうになっちゃう。こんにちは。ガラス工場に裸足で入ってくんな。ごめんなさい、めっちゃ怒られた。めっちゃ怒られた。危ないからね、危ないからね。あ、何これかわいい。なんかかわいいサンダル履かされたんだけど。何この。やった、なんかサンダルもらった。姉ちゃん、ね、こっちの大きな箱は何に使うの、うん、え、そう気になってたんだよ。それは作ったものをゆっくり冷ますために使う除霊釜さ。除霊釜、徐々に冷ます釜って書いて除霊釜って言うんだ。除霊釜だって、なんか怖いね。ガラスはゆっくり温度を下げていかないと割れちゃうんだわ。でも除霊釜を使えば一晩かけてじっくり冷ますことができるってわけさ。なるほどね、詳しくなったな。またガラスにこれやらしてくんねえのかな、これ。やりたいよねこれ。ガラスはゆっくり温度を、やらしてやこれ。もうちょっとあれかな、仲良くなったらやらせてくれるのかな、かもしれない。ちょっとこれサンダル、これいいの、サンダル くれんのこれ。あ、裸足になった。よし、さあ虫取ろうね。何かいるかな。おい、でっかいお肉は欲しいんだよな。お、お肉はだ、やったね。なかなかでもちっちゃいのしかいねえんだよな。お肉はちっちゃいね。ほい、お、赤足だ、やったね。やった、ちょっとちっちゃいけど、あーでも42、まあまあか。赤足出るんだここ、やったやった。何かあれかな、相手が出してきたからかな。ってことは俺カナブンワンチャン、あー赤足めっちゃ出る、やったね。カナブン出ることあるんじゃないの。おい、もういないかな。よし、みんなどこで泳いでんの、いつものところかな。ちょっとあっちまで、ちょっと肩慣らしして、ちょいと肩慣らししてあっちまで行くか。そしたらちょっと今日は泳ぎを教えてあげなきゃなんないからな、あの子たちに。下手くそな泳ぎを正してあげないと。はい、いとけよ、お手本見してやっかんな。行くぞ、僕見したれ。よいしょ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 。見ろこれ、この動きよ。いるかみんな、今行くぞ。おい。おい、ビッグカチだって今いたよな、上に。おい。びっくりしたろうな今、びっくりしたろう今、みどりちゃん。マジビビったろうな今、みどりちゃん。どこいる、どこいる。おお。やばいだろうな、心臓止まるだろうこれマジで、超ビビるだろう。みどりちゃん。みどりちゃん見て、みどりちゃん、みどりちゃん。いや、見て、みどりちゃん、どうこれ。ビビるだろうな、カッパが出たと思われただろうな多分な。じゃあ上がろうかな。てかみどりちゃん、なんか水着着てない、もしかして。みどりちゃん、みどりちゃんの足に捕まって上がってるじゃん、もう。ザバーっつって、あ、みっちゃんも、みっちゃんも水着を着ている。みどりちゃん、みどりちゃん見てた今の。今日から5日間は、みんなで川遊びの日なの。なんか決まってんだ、それ水泳大会をやってる。マジ、これって水泳大会だったのか。水泳大会だったのか。そうよ。あ、ちょっと俺も出たい。この階段の上の方を探すと、多分どっかにいるからね。ちょっと俺も出たいんだけど、絶対負ける気がしねえわ。なあ、だって人が魚に勝てるわけねえもんな。私と水泳競争してみる。え、やる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 。川島の赤橋の下にある三本丸太のところまで、どっちが速いか競争だからね。オッケー。
今俺が来たところか。俺だけ往復じゃねえか。よし行くぜ、アミちゃん。じゃあ2人とも頑張ってね。うん、よーい、ドン。ちょ、パフパフ。おい、え、ちょっとずるいだろ。ちょっと待ってよ、ずるいだろあいつ。え、なにこれ、ちょ、なんか画面が違う。いつもと、いつもと画面が違う。おい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 、うわ、背泳ぎだ、まさかの。おいおい、そんなんで、おい、余裕、余裕のジャンプを見せつける。そんなんで俺に勝てるわけねえだろ。おい、ミノルちゃん、泳ぎ方教えたかも。今のいいカットだったな。今のいいカットだった。ちょっと待って、ミノルちゃん雑魚だからちょっと見ようぜ。ミノルちゃん、ミノルちゃんどこ、ちょっとこれ大丈夫か。ミノルちゃん、あれ、ミノルちゃんは、やばい、ミノルちゃん先殺されたかも、やばい。ふざけすぎた。いけいけ、泳げ泳げ。おー、今いたな、ミドルちゃん。おい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 、この怒涛の追い上げ、よっしゃー。あ、出ろ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 、どうなったどうなった今。うざけんなよ。おい、俺の方が早かったじゃんよ今。明らかに俺の方が早かったじゃんよ。ちょっとずるずる、なめぷしすぎた。なんかちゃんと上がんなきゃダメなのか、上に。あれ、で、あ、こっちか。ちょ、もう一回もう一回もう一回。ちょっとみどりちゃんもう一回やろう。みどりちゃんもう一回、ちょっと納得いく。にゅうほっ、ちょっと待ってみどりちゃん、今虫取ってるから、ちょっと今忙しいから。姫詩人、みどりちゃん、ちょっともう一回。あんた、もう一回、私より泳ぐの遅いんだね。なんでちょっと嬉しそうな口調してるし。また私と競争してみる？する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 。ちょっと今バカにした口調だったな。川島の赤橋の下にある三本丸太のところまで、どっちが早いか競争だからね。絶望を教えてやるよ、みどりちゃん。10歳にして初めての絶望。二人とも頑張ってね。よーい、いかにさっきのが手抜いてたかということを。面白いこと。これずるい。これ絶対ずるいわ。これなんて。女の子だからハンディ。ハンディなの今のが。行くぞこの野郎。まあ、いいぞ。みどりちゃんが泳いでるところをちゃんと見ようかなと思ったんだけど、こんなお前、こんなお前ドルフィンキックもいらねえじゃないか、みどりちゃん。え、みどりちゃん。みどりちゃん、おい、もう行くぞ俺は先に行こう。ブン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 、あ、ミスった。よいしょよいしょよいしょ、いいね、ここ、ウィー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 。もう一回も一回も水上に上がってこないもん。一回も水上に上がってこない、僕くんは。あ、顔出しにいいんだ。やったー、あー、負けちゃった。余裕だぜ余裕だぜ。ちょっとあれでしょ、ハヤトとかともやるわけでしょ。ハヤトとも、レイくん6年生だからずるくないか、強いんかな。いやー、やった。おい、もう普段虫相撲でボコボコにされてるからさ、超気持ちいいわ。ボコボコにしやろうぜ。この勝てるわけねえんだから、こいつに。こいつに勝てるわけねえんだよ。来てくれよ、この泳ぎ。よいしょと。どうだった、みどりちゃん。俺の泳ぎどうだった、みどりちゃん。さっきは負けちゃったけど、うん、次は絶対に勝つんだから。勝てないよ。うん、僕も頑張るよ。僕には勝てないんだよ。また私と競争してみる？君たちは。しないよ。じゃあ、私と競争したくなったら、声をかけてね。オッケー。さあ、ちょっとみっちゃん。みっちゃん、みっちゃんもやんのかな？みっちゃんも。みっちゃん。みっちゃん何見てんの？え、みっちゃん。どこ見てるの？みっちゃんは泳がないの？そうだよ、泳げないの。あ、泳げないんだ、かわいい。かわいい、泳げなくていいわ。せっせっせ、一生泳がなくていい。せっせっせはちょっとあれ全部クリアしたんだよな、それはな。いないよ、ごめんね。やだやだやだっつって、ごめんね。どこ見てんの、みっちゃん。え、なんかカメラ見てる、みっちゃん。あ、もう夕方だ。あいつらどこだよ。あれ、あいつらどこにいんだ。あ、いた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 。何してんの。何してんの君たちは。どうした。僕くん、 T シャツ欲しい。 T シャツ欲しい欲しい。なんで、腹筋めっちゃ割れてない。去年は着れた服がめっちゃ割れてる。だんだん入らなくなってきたんだわ。あら、背が伸びてんのかな。だろうね。そうなんだ、ちょうだい。何か聞きたいことあっかい。 T シャツください。 T シャツちょうだい。あ、なんかいろいろ出てるけど、ちょっと待って、ね、またない。うん、 T シャツは。レイくん、どう、僕と競争すっかい。ちょっと待って、やるやるやるけど、やるけどね。
でもやっぱり僕と競争したくなったら声をかけてちょうだい。ちょっとハヤトと喋るわ。おいハヤト。おいお前。なんだよ。俺らのザリガニ取るんじゃねえぞ。あ、ザリガニなんてどこにいるの？お前らのじゃねえや。知らねえのかよ。このドブ板を見つけたとこさ。なんで僕に白切ってんの？でっけえザリガニ3匹も入ってんじゃん。あとそっちの木にクワガタがいるけど、うん、たくさん取んなよな。どうやったらたくさん取れるの？なんか甘いものを木にぬんのさ。砂糖水だよな。甘いもの？台所探してんだけどな。台所にある砂糖を溶かして、うん、砂糖水を作っておいで。うん。なあ、僕ちゃん。何か俺様に聞きたいことあるか？ちょっと今日また台所見てみっか。ないよ。また用があったら話しかけてくれよ。うん。ちょっとまた、ハヤトともさ、ハヤトとも、多分競争できる。ハヤトとはやっぱ最終決戦したいよな。レイ君から行こうぜ。僕と競争すっかい？するするする。しよう。じゃあ、川島の方へ泳いでいくと、うん、3本の丸太で川がせき止められてるところがあっから、もうバッチリもう上陸するまでが勝負ね。もう3往復ぐらいしたんだよな俺今日。ちょっと体力がちょっともう疲れてるからさ、ハンデ頑張ってね。てか4年生なんだからさ、ハンデあるでしょ。俺が先に。こいつらずりいんだけど、この時間なんだよ。この時間ずるいだろこいつら。ふざけやがって。ちくしょう、負けねえぞ。ここのカメラめっちゃ見にくいしよ。ほいほい、あ、やばいやばいやばい。おい、早くね？レイ君どこ？早い！やばい、早い、早い。いけ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 。あー、これはなかなか接戦だ。おー！ここに来て2年お兄ちゃんのレイ君を抜いた。僕くん、いいぞ！そのまま行け。ここは普通に泳いで。いた、カタ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 。レイ君に勝っちゃった。よーし！なんか座禅組んでる。今しめになんか座禅組んでた。レイ君が。やったー！俺の勝ちだ！よーし！じゃあ、ハヤトのとこ行こうな。これ、戻してよ、あっちに。疲れるから。すげー泳いでんだよ、今日。よいしょ。あー、大変だ、こりゃ。あー、これ大変だ、これ。さあ、さあ、さあ。どう、みっちゃん。レイクに勝ったよ、俺。見てたな、今な。時間どうだ？あ、まだ大丈夫。はい。レイクん！悔しい？悔しい？さっきは負けたけど、次は僕の勝ちだからね。いい体してんな、なんか。絶対に負けないよ。じゃあ、また僕と競争するかい？クワガタみてえな。クワガタみてえな腹筋しやがってよ。もういい。勝ち逃げ。勝ち逃げよ。やっぱり僕と競争。OK。じゃあ、ハヤト。お前もやるんだろ、多分。お前泳げねえとか言うなよ。まさか。俺様と水泳で勝負すかい？強そう。勝負するぜ。川下の方に。1、2、3本丸太が組んであんの。 OK、 さっきと同じな。そこまで競争してどっちが男らしいか決めようぜ。 OK、 どっちが魚らしいか決めようぜ。絶対負けない。じゃあ、ハヤトたち頑張ってね。絶対負けないぞ。いくよ。じゃあ、よーい、ドン。お前だけは絶対負けん。みっちゃん見つけてくれ。